皆さんこんにちは、ランタムです。これはあの参考さんからね、先日送られてきたお一人様用のね、炊飯器ですね。 0.5 合のお米がなんか十何分とかで炊けるとかっていうすごい早いやつです。で、この分はね、中こんな感じで横方向に広いんで、こうね、ラーメンが入るよと、ラーメン作れるんじゃないのかなっていう風にね、言ったんですよね。で、それからね、ラーメン作らずにから終わったんですけども、今回はこのラーメンをね、ちょっと作って食べたいなと思うんですが、これこの状態でも食べれるんですけども、まあここにね入れちゃったらこれ洗うのが大変ですよね。で、僕もね、なんかいい方法ないかなと思ってちょっとあのうろうろしてましたら、こんなものが売ってまして、これあの業務用のね、容器のお店に売ってたんですけども、パウンドケーキとかを作るような容器なんですけども、これが売られてました。で、中身はこんな感じでなってるんですけども、ちょっとへこんでてごめんなさいね。これ実はですね、こんな感じですっぽり入るんですよね。角をこうやって押さえてればもうぴったりそこにつくような格好で、こんな感じではまり込むんですよね。で、ラーメンなんですけども、これラーメンね、この状態でもちろんぴったり入るんです。ですよ、これラーメン作って作り終わったらこうやって抜いて出したら汚れてないっていう風になると思うんですよね。で、さらにこの分上側にね、蓋がかぶせれるんで、こういった分でね、あの蓋をしないと沸きづらいんですけども、ちゃんと蓋ができるんで沸かすこともできると思うんですよね。なので今回はこの分でちょっとラーメンを作ってみたいなと思います。ちなみにね、まだ未検証なんで、できるかどうかは全く分かってません。で、まあこのケースなんですけどもね、実はですね、ちょっともう一種類買ってきてました。これですね、これはね、ダイソーに売ってたパウンドケーキの型ですね。3個で100円のやつです。で、中はこんな感じですね。この分のね、形とほぼ大差ないような格好になってます。これサイズはね、こんな感じですね。ちょっとあの少し余裕があるような格好ですけども、入りづらいんでちょっとグッと押し込んでみましょう。で、グッと押し込んだんですけども、横が当たってますね。だから、あ、ほら下までいかない。なんですけど、これアルミなんでね、グググッと押さえて形を整えてみましょう。こうやって無理やりかなり強引にね、今いけるんですけども、ちょっといけたっぽいですね。はい、アルミなんでね、ググッと押したらこんな感じで綺麗に入りました。やりましたね。そこにね、きっちりくっついてます。で、蓋も乗せることができますね。ロックはちょっとできないですけども、蓋もできました。これでね、ラーメン作ると思います。はい、こんな感じで入りましたね。バッチリです。で、まあこんな感じでラーメン作ろうと思うんですけども、それよりもこれそもそもの炊飯器なんで、ご飯が炊けるのかどうか、この状態で炊けるのかどうか、ちょっと気になりますよね。ですんで、ご飯用意しました。お米ですね。これね、0.5 合のお米にお水をちょっと入れて吸わせてあるやつです。で、この分でね、ちょっと今からご飯を炊いてみたいと思います。はい、OK ですね。こんな感じです。で、ぴったりじゃないから、ちょっと難しいかもしれないけども、やってみましょう。何事もね、やってみないとわからないんで、当然ロックはできませんね。おもしで置いておきましょう。はい。で、これでね、ご飯を炊くのには、ちょっと電気が必要ですよね。なので今回はね、こちらの電源、ポータブル電源をね、ちょっと使用してみたいと思います。で、こちらメーカー名が、相変わらずちょっと読めないんですけども、EENOUR、ENOL っていうメーカーの分ですね。これはね、容量が 296Wh の小型のね、ポータブル電源ですね。約 300Wh のやつです。AC 出力が4個あったりとか、USB が4口。DC ポートが1つ、背面にはライトですね。で、定格出力が 300W なんで、この炊飯器がね、185W なんで、出力も足りてるんで、しっかり炊けると思います。ということでね、ちょっとまずはご飯を炊きましょう。で、この電源はね、ちょっと消費電力とか出ないんで、ワットチェッカーを使って、炊飯していきたいと思います。よいしょ、よいしょと。はい、ということでね、スイッチオンですね。185W の炊飯器のはずなのにから、一遍上がるんか、ぐーっと。一遍ぐーっと上がってから、200W ぐらいに下がりましたね。時間も測りましょう。はい。こんな感じですね。で、見えづらいんですけどもね、ここにあの、炊飯時は赤いランプがつくんで、これがね、青くなったら炊き上がりという格好でやっていきたいと思います。で、待ってる間にね、こっちの、この電源ちょっと軽くね、レビューしていきましょう。この電源はね、使用ワットとかは出ないやつですね。何ワットで使ってるとかちょっと見えないようになってますね。DC 出力があって、で、AC ポートにちょっと隠れてますけども、1、2、3、4つあります。このサイズにしてはね、AC 出力が多いですね。ここにね、ちょっとごめんなさい。これ下げようかな。ちょっと下げます。ごめんなさい。一段下げました。ちょっと見えにくかったんでね。ごめんなさい。でも別にカレー、変わりないんで、炊き上がりには影響ないんで。で、こちらにね、USB ポートが1、2、3と PD100W があるというね。だから、このクラスで PD100W あるのは結構すごいですね。びっくりです。で、裏側が、ライト付きなんですよね。はい。でね、ちょっとね、オレンジっぽい色ですね。まあ、要するに、容量 296Wh のライトにも変わるというね。結構これ嬉しい機能ですね。あのね、すいません。これね、炊き上がっちゃいましたね。まだ4分しか経ってないんですけども、保温のままですね、保温状態になっちゃいましたね。アルミでのね、炊飯はちょっと難しいかもしれませんね。これやられました。今ね、これね、60度ぐらいの温度に上がってるんですけども、ダメですね、これだったら。これじゃあ、ご飯炊けませんね。
困りました。少し待ったらね、ここはオレンジ色に復活するようだったんで、頑張って炊いてみましょう。いけるかもしれません。で、これがこの製品のね、入ってた箱なんですけども、で、容量はね、296Wh、定格周波数がね、60Hz で制限波ですね。西日本仕様ですね。あとインバーターが定格 300W、 瞬間最大が453秒の瞬間 605W の1秒という加工ですね。だから結構粘り強い電源だと思います。付属品はね、こんな感じで結構揃ってて、ちょっとまあ純不動なんですけども、これがね、ここですね、こんな感じで付けたら、ここに DC 出力はあるけども、もう一個同じようにね、出せるという、まあ、DC 出力は2個に増やせるってやつですね。で、これがね、 AC 充電で充電できて、これがね、シガー速度ですね、走行充電ですね、ができて、さらにね、ソーラーパネルの充電もできるケーブルが付いてるんで、3電源式ですね、充電できるんですけども、実はこいつちょっとすごくてから、これですね、USB3.0 のケーブルが付いてるんですけども、ここの USB のポートは入力も出力も兼ねてて、このケーブルをね、使ったら PD3.0 で 100W で充電できるんですよね。だから約3時間でこれ満タンすることができるんです。だからね、このサイズのこの電源にしてはすごいなという風な格好ですね。能力はすごい高いです。はい。で、走行しとったらですね、またしてもこっちがね、保温になってしまいました。これちょっとご飯炊けないですね。なんだろう、アルミ皿を用意した状態だったらご飯炊けないです。まんまとしてやられました。ダメですね。作戦失敗ですね。仕方がないですね。暑いんですけどもね、湯が沸いてる状況じゃないんで、これは無理かもしれんな。もう仕方ないね。次行きましょう。これをね、450cc の水を入れて3分に入れればいいらしいんで、まずね、この分に湯を沸かしてみましょう。ストップウォッチを止めます。で、ちょっとね、こっちはこっちでからね、少し下げてきます。違う方法で炊きます、家で。はい、ということでね、水を汲んできました。これを入れて、まずは蓋をしましょう。はい、で、スイッチオン。はい、で、あとタイマーオンなんですけども、これ 200W ぐらいなんですよね。 200W でね、 450cc の水を沸かそうと思ったら相当時間かかると思うんですけどもね、ちょっとまあやってみましょう。やってみないとわからないんで、僕も何事も勉強です。でね、ちょっとね、充電に関してはね、一番最後にしましょう。これも料理終わってから充電することにします。で、湯が沸くのにね、相当時間かかりそうなんで、ちょっと動画でもね、見てゆっくりしようと思うんですけども、今これちょっと電池が少ないんですよね。こんな感じでね、もう真っ赤かで電池が少ないんで、せっかくなんでね、この分から充電して AC と DC 同時使用の状態で温めていきましょう。はい、こんな感じですね。 OK ですね。はい、ということでね、ちょっとジャッキーチェーンの映画でも見ながらゆっくり待ちたいと思います。はい、ということでね、ちょっと時間がね、9分ほど経過したんですけども、これ以上加熱ができないというね、保温状態に入っているという格好ですね。やられました。で、状況としてはね、60度ぐらいまでは今沸いてると思うんですけども、やっぱしこのアルミ箔があるとこれ以上加熱ができないみたいですね。だから70度ぐらいのお湯を作るんならいいけども、それ以上にはいけないみたいですね。そうか、残念ですね。仕方がないんでね、こっちもお湯移してから、で、今度はお湯沸かしましょうかね。お湯を入れたらね、すぐに赤くなりました。炊飯状態に入りました。で、これ 450cc のお湯なんで、もういっぱいですね。ここに麺を1個入れたら多分いっぱいになりますけども、まあ頑張ってね、焼いていきましょう。ここからね、蓋しましょう。もうで、もうしばらくね、見たいと思います。はい、ね、20分ぐらい経過しました。今ね、蓋触ったら熱々だったんで、もう沸いてるんじゃないかと思うんで、開けてみましょう。よっ、おっち、あれ沸いてるわ。めちゃくちゃ熱かったです。で、これをね、1本入れましょう。味の丸太で3分らしいんで、よっと、今22分なんでね、25分までちょっと蓋をしましょう。もうでも麺ギリギリですね。あんまし下手なことしたらね、吹きこぼれそうなんですけども、やってみたいと思います。はい、ね、これいつ沸くか分からないっていう感じもあると思うんですけども、これ蓋触ってたらね、ポコポコいってますね。手にね、ポコポコ振動が来てるんで、このポコポコ振動が来たら多分沸騰してる証拠ですね。あと1分。はい、ということでね、3分経ちました。あー、危ない危ない、吹きこぼれ始めましたね。危ない危ない、よし、おお、危ない危ない、ちょっと待って、ちょうどこのタイミングでね、こぼれ始めました。あー、大惨事です。この動画はね、ボツにした方が良さそうですね。とんでもないことになってしまいましたね。これはね、この参考の家電がすごいということの証明ですね。こうなっちゃうっていうことは、湯がね、しっかり沸くということですね。麺とか入れたらね、このでんぷん質が沸いて、沸騰し、まあ、吹きこぼれやすくなるというね、格好なんですけども、麺もね、しっかり火が通ってますね、これ。もうせっかくなんでね、こっちに取りましょうかね。これに。よし。湯の量がね、なんか3分の1ほど減りましたね、これ。はい、ということでね、ちょっとラーメンなんとかできました。汁は少なくなりましたけども、美味しそうにできてますね。一口いただきましょう。
いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しいですね。まあ、上手にできてます。湯を沸かすのが失敗しただけだから味は最高ですね。バッチリです。ちなみにですね、消費電力は 0.09kW なんで 90W からまあ 100W ぐらいで、このラーメンがねできたという格好になりますね。あとご飯もね途中まで炊いたんで、まあ 70W ぐらいできたのかな、ラーメンだと思います。ということでね、とりあえずお一人様用炊飯器にこのホイル皿をやってもうまくできないっていうのはねよくわかりました。ということでね、ちょっとね今からこの分食べたいと思います。はい、で最後にね、今回ちょっとご提供いただいたこの電源なんですけども、充電の部分ね見せてなかったと思うんで、最後にね見ていきたいと思います。でちょっと、ね、充電に使うのはね、ジャグリ700使います。でこの分でねちょっと充電してからどれぐらいのね容量とか速度で充電されるのかだけ確認しておきたいと思います。まずはね AC 充電からなんですけども、横ですね、はい、充電開始なんですけども、はい、76W ですね。ですんで、だいたいね、4時間ぐらいで満充電できるっていうような格好になりますね。4時間とか5時間のレベルだと思います。はい。で、続いてね、DC12V での充電なんですけれども、33W と表示されてますね。ですので、だいたいね、10時間で満充電されるという格好ですね。走行充電は10時間ぐらいかかるっていう格好ですね。なんですけれども、これちょっとすごいのが、これここのね、PD3.0 で充電したら、100W で充電できるんですよね。ですね、ちょっとね、こんな格好でね、PD3.0 のケーブルを用意しました。これ家庭用のコンセントのやつですね。100W にするかあるやつです、これは。で、ここにはね、ちょっと専用のね、ワットチェッカー今つけました。で、この分で、AC でやってみると、よいしょ。じわじわとね、上がってますね。なんか、これ安定せんな。なんでやろ。いかんな、おかしいな。これはちょっとおかしいな。ちょっと家ではね、家のコンセントでやった場合には 100W でいたんですけどもね、ちょっと 30W ぐらいしか出てませんね。おかしいな。こっちもね、5V 3A なんで 15W ぐらいしか出てませんね。で、ちょっとね、この分で、今度は、ね、走行充電の方に切り替えてみましょう。この分に、これを付け替える作戦ですね。よいしょ。こうです。そしたら、12V で発電したやつを 100V に変換して、100W の出力させるはずなんですけども、オンにした、今青がつきました。充電開始されてます。そしたら、来ましたね。不思議なんですけども、12V から通したら、アップしなりましたね。こちらではね、110W の出力ありますね。出てます。で、ここなんですけども、19.5V で 4.8A なんで、20V で 5A なんで、100W という格好ですね。出ています、しっかり。ですね、この方法を使ったら、走行中に 100W でね、充電できるという格好になりますね。早いです。で、今回ね、この電源使用した感じなんですけども、出力チェックはしたわけじゃないんで、あれなんですけども、まあ、きちんとね、ラーメンも作れて、で、しっかりね、動いたんで、すごくいい電源だとは思います。で、特にね、悪いところはなくって、早い充電がね、可能なんで、結構いいんではないかと思います。はい、こんな感じですかね。参考のね、お一人様用家電は、やっぱしご飯を炊く専用のものでから、このアルミをつけてもね、うまくできなかったりとか、ラーメンやろうと思ってもね、タイミング間違えたらあんな感じで吹きぼれたりするんで、山陽の家電ではね、ご飯炊くだけに収めておくようにしてください。はい、こんな感じですかね。ちなみにね、炊くのに失敗したご飯は後で美味しくいただきますんで、ご安心ください。はい、ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございます。